海軍大将は海軍の階級の一つ、海軍中将の上に位置する。一般に将官の最高位であり、海軍軍人の最高位である。英語賞であるアドミラルはアラビア語で海の司令官を意味するアミール・アル・バール、アミール・アル・バーに由来する。他の海軍将官の階級と区別するためフるアドミラルと呼称することもあれば、 オランダのように国によってはアドミラルを減衰くらいとし、ルテナントアドミラル、それに類する故障を使用することもある。海軍大将は、通常は海軍で最高位の将官である。ただし、減衰や上級大将などの階級を多く制度を持つ国もあり、例えばアメリカ海軍では海軍減衰が最高階級となる。また、ロシア海軍ではロシア連邦減衰が 制度上の最高位であるが、これは、連邦軍共通の階級であるため、海軍のみとしては、海軍上級対象が最上位である。一方、フランスにも元水が存在するが、これは、フランス元水という称号であって、階級ではない。さらに、大日本帝国にも元水は存在したが、ただ一人の例外を除いて、陸海軍ともに称号として存在しており、例えば元水号を送られた。 東郷平八郎の階級はあくまで海軍大将であり、厳水海軍大将と呼ばれる。また、小規模な海軍では大将がない場合もある。例えば、アイルランド海軍では海軍大将が最上級である。海上自衛隊の最上階級である海将は海軍中将に相当するが、東郷幕僚長または海上幕僚長たる海将は海軍大将に相当し、 特別の階級章が定められているとしている。なお、陸軍、空軍、海兵隊の将官が将軍と称されるのに対し、海軍の将官は特に提督と称される。また他の海軍将官の階級と区別して表現したい、場合は、フル、アディムレルと表現する。日本海軍の海軍大将は、西郷嗣道の進級から塚原243、井上成美の進級まで、 合計77名。71名は人事道に基づく定期新旧である。残る6名の内川村住吉は病死後に、遠藤貴一、長本忠和、高木武夫、山形忠志号、伊藤誠一は第二次大戦中に戦死した中将に対して、生前の先行と戦死に対する検証として、大将に特進したものである。なお、名前が太字のものは、元帥。 汚職について、名称の変更があるものは、代表的なもので統一している。表中の略語の意味は次の通りである。GF、連合艦隊 CF、シナ方面艦隊会、艦隊 AF、航空艦隊横鎮、横須賀鎮樹福炎鎮、炉鎮樹佐鎮、佐世保鎮樹府舞鎮、舞鶴鎮樹府旅鎮、旅順鎮樹府。ありがとうございます。